こんなに喋んの山内さん見ても結構久しぶりだよ ね、 本当だよね本当もうずっと喋りが長いとか言われる金沢人生を送ってきてこんなカメラの前で喋ってないってのもちょっと史上初かもしれない、まあはい、あ、いやでもそう手筋ですね、はい、確かに福森が一気にどうしましょう。福森が狙われましたね。福森ディフェンスラインで持ってる時に、うん、ガッとプレス来ました、ね、プレス来てます。ガッと来ましたね。どうしましょう。いやでもいい手だと思います。すごいありがとうございます、はい、もうそれだけでも今日は来たかいあったこれでも十分だ。無視無視無視です、あの歩を。ああ、なるほど。こう、まあ、今一応これ両方の筋肉を狙いをつけてるんですけど、ね、ああなるほど、はい、すごいですよね。あ、なるほど、はあ、すごいですよね。マンマークでもうくっついてきてる、ね、なるほどなるほど。あそこに歩打たれて無視しようと思わないですよね、やっぱりね。素人目からん、ね、うん、素人目でみたいな。あたふたしちゃいますよね、うん、あたふたする。いや、あたふたしてますいやだからいやなんかすごいなんか、いやだから筋が飛んできて、ミシャ式ですよね。もう攻め合いやられても攻めますと。攻め合いですね、うん。でもサッカーでもおそらく野球なんかもそうかもしれない、将棋とかもそうでしょうけど、アマチュアのトップレベルってすごいじゃないですか、はい、プロじゃないだけで。まあまあちょっと攻めたぞっていう。いやいや、でも同玉で取るわけに実はいかないので。そうなんですね。はい、取ると実はこう取っちゃうとね、はい、取ると大変なことになっちゃうんです。がぜん有利になっちゃうのこうやって。あ、いや王手だ。はい、あ、なるほどね。さらに金をタダで取られちゃう。これ J です。なるほどJ が来るの、これ J 来たわみたいな、はい、なのでズドン、これ取れないんです実は。とってもなるほどね、はい、もう J が待ち構えてるので。なるほど、はい、そっか角来ちゃえば王手になるから。手前ぐらいでフラフラしてる時ってことですね。あ、でもこれじゃあ取っちゃってたら積んでもおかしくないぐらいな。いやもうそうですね、大ピンチになる。はい、大ピンチです。そうやってパッとね、あ、当たり前ですよ。いや当たり前です。気づけないですよね。俺普通に取ってればいいのに、うん、ここまで来たらちゃんとやっていきたいないや、山下さん頑張ってください。藤井がどっちがいいかな。あ、藤井はい、川村選手っていう、はい、多分あそこ同時なんで違ったっけな。さあ、14局面が訪れそうですよ。チャナティップで金を取ったんですね、はい、いや、どうしようかな。迷いますね。迷いますか。迷います。これ今ボールポゼッション率でいうと今どっちが どっちぐらいなんですか。いやいや、もうこっちはもう山内さんは3割ぐらい、うん、もうどうしようもないですよ。いやいやいや、そんなことないですよ、うん、いやーってキーパーが今もういやいや、そんなことないです。これでもいやでもこっちでも実はこれを取るしかないかもしれないです。受けが まあ、ここ今すぐ当たってるんですけど、はい、残りじゃあ取ります。はい、けどまあ一応でも今と金がこういるので取り返せるっていうのは取り返せる、はい、今飛車を取ったのは守備を考えたってことですか。はい、そういうことですね。こっち結構危ないってことですね。要するにそうですね、プレスバックしたプレスバックですね。プレスバックした。今 J もね、去年かなり献身的な守備が、いや本当に実際あったんです。すごいったですよね。すごい。あれは一昨年の時と全然違うからね。全然違いましたよね今のプレスバックなんだな、角が。もうそれプレスバックいや、強いです、本当に。いやいやいや、またいやいや、本当にお強いです。肉なり、見るなり、もう嫌くなりしてくださいよ、もう。またこれ言うたびに山内さん嬉しそうですけど、ね、実はね、それだけでも面白い。もうこれも取るしかないです。王手なんですね、はい、いや飛車があれば、角がこうビュッと入ってくれば王手だった、うん、はい、王手だったんですけど、まあ、飛車を先に取ったということをやっぱ聞いてるわけですね、うん、プレスバック。いやでも相当 J のプレスバック。あ、でもこれちょっとなんとなくやってるぞっていう。相当打ち合いなんですかね。王将裸になりましたからね。うわ、これはもうこっからずっと王手を続けていかない。いやそんなわけじゃないですか。そういうことじゃないんです、はい、まあでもちょっと攻めつつ。もうダメだろ俺うん、しょうがないですね、もうね。はい、金はいいよ。これいいですよ。ただね、これ J が今 J が動き出したってことですよね。 J が狙い始めて。これこっちだけ見てたらこうだけど、この実はこれ守りにも効いてるっていうね。あ、
すごい、でもそれ、山口さんでもすごいですよ、その全く気づかない。自分で言うのね、言えないだろうから言うと、そういうことすごいんですよ、だから今なんかちょっと避けたことでさらに生きてきた。そうそうそう、すごいんですよ、だからもう何から何までがもうあらゆる、もうさすがこの辺がすごさですよ。お、いやでもこれもうそうですね、これもう桂馬が今効いてまして、うん、もう王様が何ですかね、まあ、逃げられない状態になってるんですね、うん、今、はい、うん、なのでもう受けがこちらとしてはないので、ないんですけど、これもう攻めるしか、攻めるしかないです。なるほど、見てください、多分捕まりますから、ここからどうしよう、捕まんなかったらちょっとすごいプレッシャーがあるんですけど、そこまでも想定されてるはずなんです。守ることはもうできないという、ね、J を切ります。 J をもう攻めるしかないと思うんですよね、はい、こっからの攻め楽しみですね。そうですね、いややっぱ福森いい選手ですね、いい選手です ね、だから一撃あそこであるぞ、うん、一撃見せたら、こっちも攻めなきゃいけないぞっていう、ね、やっぱ焦りますよね、こういうふうにも自分の王様を捕まえる前まで来られると。さすがだ、やっぱりそうですよ、やっぱり福森高い位置にいたら嫌だもん。今回はただ進藤選手は全然攻撃参加はしてない考え方です。ちょっと難しいところなんですけど、なかなかすいません、そうなんですよ、かなり守備的ゲームに参加しない、参加してないっていう。そうですね、確かに駒だけに例えると強者なんですけど、でも両飛車はだから、ね、今これは進藤の役割かもしれないですよ、これはずっと縦にね、やっぱりやってますから。もうちょっと逃げてみますか、じゃあ、はい、おっと、おしまいが近づいてきましたすげえ、これチャナティップが、おしまいが近づいてきました。チャナティップにあそこ入られたら、確かに、しかも途中出場のチャナティップなんて、うん、もう元気ですからね。そうですね、キレッキレですよ、素晴らしいな。でもチャナティップ、両チャナ、両チャナティップ、右にも左にもチャナ、2シャドウ、チャナティップ、チャナティップ、これ最強です。いやこれはもうたまったもんじゃないですね、これね。おしまいです。そっちなんだ、おしまいです。山内さんごめんなさい、おしまいですごめんなさい、これで終わるの、見事に捕まりましたこれで終了、終了。これ一応確認しますよ、はい、王様がここに行ったらこれ取られますね、はい、そうです、はい、ここに行ったら、あ、これチャナティップですね、はい、でこう行ったら金 で、 そうで、こう行ったら金なんですよ、はい、これも取れないと、取れない、飛車がいるからってです ね、 ね、なるほど、すごい今一応ね、いろいろやっていただきましたけど、今、はい、受けはない状態とおっしゃいましたね、はい、いや本当に、うん、もう一手差まで、その状態で追い込まれてしまいました。最後はだからずっと王手し続けるしかない状態で王手しきったと。福森選手に例えていた桂馬が、うん、ある種ギアを、スイッチを入れてしまったってことですよね、はい、攻撃のスイッチを入れたらもうガッチリカウンター福森上がって、もうあっちのサイドガラ空きだったっていう、ね、もう向こうは結構その相手にプレッシャーをかけ続けるのも大事なことなので、なこれで相手が間違ったら勝ちですからね、もう、はい、もう飛び道具があるから、はい、プレッシャーをかけ続けられて。これちなみに受けがないっていうのはどういうことなんですか。まあそうですね、これ例えばじゃあ まだこれ何もやってなかったとして、まあ、王とかになってると、うんうんうん、まあ、角金今持っているので、うん、もう、まあ、角金持ってなくても罪なんですけど、うん、はい、もうこれで、そう、それで終わっちゃうので、あ、どこにも逃げられないですね。あ、どこにも逃げられないんだ、はい、あと1個、ま、本当に受けはないし、はい、うん、これでなんかそうですね、でも脱出もなかなかできないですよね、ここ馬がいるので。そうそう、ね、うん、例えばこれでも、まあ、角打たれたりして、うん、上がっても、まあ、ちょっと変な筋で、ここに打っちゃうとこう桂馬が影になって取られてしまうんですけ ど、うん、どこちらから打っていくんですね。でこれはこうは取れないですよね、うん、角がね、はい、取れないですけど、今度角の影にこういけるんですよね、金の斜め下、うん、難しいですけどこれでいけるんですが、ここでこれが決め手になります、うん、あ、もうそれでこれちょっとすごい図になってるんですけど、王手になってる、はい、王手が2つかかってるんです実はこれ、はいはいはい、はい、でこれでこう取るとでも桂馬で取られてしまうんですよね。で、まあ、これ角筋からも逃げなきゃいけないので、こう逃げるしかないんですけど、この時に角をこうなれば、そうですね、あ、もう取られるんですね、はい、できないと。あの、気遣ってもらったいやでもね、山内さんでもすごいですよ、正直、はい、だって、全然です。いや、でも真面目な話だって、本当にね、トップ中のトップの格好ですから、うん、それ普通に考えて勝ってるわけもないじゃん。ないです、まともに試合になったので、すごいですよ。そう、普通に任されてるんですよ。びっくりしました。いや、全然ね。
全部想定してるからだからね。いやいや全然そこまで9年ぶりのリベンジならず慣れませんでしたねやっぱり。で犯人も何もないから勝手はないよそれタイトル保持者なんだから、ね、それは無理っすよそれはねそうそう、うん、鮮やかですね。いやでも私も危なかったですいや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 、やっぱ鮮やかだと思いました。北海道からやってきたシオン。こちら HBC コンサドーレ取材班増刊号トークショー公開生配信ゲストに堀シオンが決定。3月24日日曜日午後2時から駅前通り近く航空館北三条交差点広場。イベントの詳細は後日発表します。俺たちの札幌